うっす、皆さんこんばんは。コロボックロです。本日もディビジョン2楽しんでいきたいなと思います。よいしょ。いや、とうとうね、シーズン2が、まあ、実装されたわけなんですけど、まあ、とうとうといえば結構あっさり、あっさり実装されたなって感じ。まさかと思ったけど。やばいやばい、ちょっと待ってね。まあ、シーズン2になっていろいろね、変更点とか、まあ、追加されたシステムとか、まあ、あるわけなんですけど、まあ、何気に嬉しかったのがこのライフルのフルオート化っすね。意外とこれがすごい新しい感じがして、私は好きっすね。まあ、早速ね、そのライフルをね、使っていきたいなと思うわけなんですけど、で今回のシステムからこのグローバルモッドっていうやつがね、追加されたと、いうことで、まあそれ何かっていうと、まあ要するにあれですよね、あの、まあ、距離に応じて、まあ、ダメージの倍率が変わってきますよみたいな、感じの、まあ、モッドが追加されましたということですね。はい。見てえぞ。やめて。やめて。よしよしよし。ナイス。まあ、ちょっと詳しく言うと、まあ、近距離、だいたい10メートルまでで戦うと倍率が 1.2 倍。あ、いたたたたた。で中距離の10メートルからだいたい30メートルかな、ぐらいでの距離で、戦うとやばいやばいやばいやば。いや、助かりました。いやー、きついっすよね。あの、反射する敵がいるんですけど、反射するの分かっていてもどうしても撃ってしまいますよね。大体みんなそれで倒れているような感じなんですけどね。はい、いや、助かりました。このマークついたやつですね、こいつがやばい。で話は戻るんですけど、その中距離、大体30メートル、10メートルから30メートル以内だと、1.35 倍かな、はい、ダメージが、になりますよと。いやー、戦いづらいな、おい。で、遠距離、その30メートル以上が遠距離になるんですけど、それが、痛えぞ。1.5 倍ですね。一番最高で 1.5 倍。やばいっしょ。あの、多分みんな反射でやられているんだと思いますね、これ。まあ、できればそうですよね。まあ、一番ダメージを出したいのなら、その30メートル以上で、戦うのが、まあ、一番ね、まあ、ダメージが出やすいのかなと。まあ、いうことなんですけど、なかなかね、アサルトライフルとか、あの、ライトマシンガン、だと30メートル以上で戦うことって結構少ないですよね。あまりない。どっちかというと、まあ、盾持ってガンガン前に突っ込んでって、まあ、戦うっていうのがアサルトライフル、ライトマシンガンの、まあ、戦い方だと思うんですけど、よいしょ。で今回そのライフルがフルオート化になってすげえ使いやすくなったんですよね。だからちょうどこのグローバルモッドのその距離に応じてダメージが上がっていくっていうやつにちょうどね、まあ、環境には合っているのかなっていう感じしますよね。やつをやれ、逃がすな。よいしょ。痛い。
なんだ？なんで爆発した？だからなんていうの、ビルドはそのまま使えるかもしれないんですけど、その、まあ、戦い方が、まあ、中距離戦とか、まあ、遠距離戦とかになってしまうんで、よいしょ、全然遠距離戦じゃないけど結構武器モッドとか、その今までクリー率クリーダメ盛りだったのが、ちょっと安定性とか命中率とか、まあ、そっちも必要になったのかなと、ダメージを出すには。うん、だから今回ね、ちょっと紹介が遅れましたけど、この銃ですよね、はい、かっこいい銃、まあライフルなんですけど、まあ、アーティストツールっていうライフルをね、今回持ってきました。いや、これがすげえ使いやすいというか、そんなにレート早いわけじゃないですけど、その分なんか、まあ、ちゃんと、まあ、当たるかなっていう感じはしますよね。うん、でもちろん武器モッドに安定性系をゴリゴリ入れてるんで、武器ハンドリングと、うん、まっすぐ飛びますよね。で全くぶれない。うん、そこがすげえ好きですね、この銃。まあ何しろかっこいい。うん、まあそれが一番だと思うんですけど。よいしょ。いや、全くぶれないし、ぶれないっすもんね。うん、すげえ使いやすい。できればこれでね、遠距離、中距離戦で戦っていきたいですけど、どうしても前に突っ込んでしまうのが私ですけど。まあ、アーティストツールはあれですね。アーティストツールは、まあ、ライフルのタレントがパーフェクトライフルマンでしたっけね。うん。ヘッドショット当てると、武器ダメージが5秒間 11% 上がりますよっていうやつですね。まあ、それが、スタックが6だったかな。うん。ああ、いたいたいた。まで溜まりますっていう感じですね。だから最大 66% まで武器ダメージは上がりますみたいな感じですね、はい、反射するやつほんとやばいわ回復なかったらしんどったな。もうどうしようもないですよね。でも、うん、近距離遠距離で戦うとこの反射する敵も、まあ、反射しなくて倒せるんですけど、めんどくさいですよね、自分から離れるのが。よいしょ、さこい。だからこのレティクルのとこに色がついてると思うんですけど、青色のゲージがその短距離っていうか、まあ、10メートル以内ですよね。うん、で黄色だと中距離なんで、これだと反射してしまうんですよね、弾がこうやって。色を赤色か青色にして、戦わないとダメなんですけどこれどうしたもんだ。ちょっと助けに行くか、助けよう。で黄色になってますね今ね。だ接近して、接近するのは10メートル以内で、結構近距離ですね。結構近づかないと自分の弾が反射してしまうんで、すぐ倒れてしまいますね。それか30メートル以上離れるかですね。結構シビアっていうか、結構めんどくさいですよね。うん、よいしょ。ここら辺で戦っていくと、そうですね、赤色になってますね。いいね
スミンはまっすぐ飛ぶから結構この距離でもヘッドショット狙えんわけではない。うんうん、おいい感じですね。なんか敵が黄色く光ったり赤く光ったりするとなんかほんと違うゲームしてるみたい。ナイス、オッケー。いやめっちゃ好きやわこれ。この銃めっちゃ好きやわ。やばい、これはまずいな。こういうとなるとね中距離になるんで、うん、やってきますよね。ナイス、結構だからカバーしながら戦わないと結構倒れますね。でいつも通り立ち回るとあんな感じに倒れてしまいますね。多分しっかりカバーするとこはカバーして、まあこの距離で戦うのが一番いいのかもしれない。いや助けに行くか。ブリーフケースを取り付ける、どうぞ。でここに来ると思うんでリッチベイがね、ナイス。リッチベイが、あこれで最後か。はい、じゃあアイテム集めて終わりにしたいなと思います。はい、ということで今回の、まあ、ビルドはこんな感じでございますね。はい、まあシグネちゃんは何でもよかったんですけど、まあこちら持ってきてます、ランチャー持ってきてますね。はい、でこちらですね、アーティストツール、のパーフェクトライフルマン、ヘッドショットごとに 11% の武器ダメージボーナスが入りますよと、まあ、5秒間ですね。はい、で最大累積数が6、ヘッドショットごとに、持続時間を更新されますよということです。でハンドリングがこんな感じですね。はい、で安定性はマックスにしております。でダメージが減衰がちょうどこれは50メートル、うん、もうちょっとあるかな、55か60メートルぐらい、うん、でダメージ減衰するので、まあ十分ですね。さすがにあの50メートル以上で戦うってことはあんまりないんでね、まあ50メートルぐらいあれば、まあ、十分かなと思います。はい、で急遽マイスターも15まで上げてます。はい、いやいいっすね、アーティストツール。うん、でモッドが、リフレックスサイトの武器ハンドリング入れてます。これね、まあいつもならね、こうクリ率アップ、まあ、するモッドを入れて いたんですけどね、クリ率かクリダメか入れていたんですけど、この安定性とか武器ハンドリング、これ一つだけで 12% アップするんで、まあ、これはねクリ率入れるよりも絶対にこうハンドリングとか、まあ、命中率とかあと安定性か、うん、を入れた方が絶対お得だと思いますね。はい、でマガジンや、まあ、拡張マガジン入れてます。はい、まあこれもまあ角マグじゃなくてもいいけど、やっぱりまあ、弾薬数20っていうのはいい感じですよね。15でもいいのかな、うん、そう思うと。ああ、リロード 10% 落ちるぐらいなら15でもいいかもしれないですね。はい、うん、これでも十分だと思います。うん、こっちにすればよかったな。で、安定性、グリップの方が安定性入れてますね。まあ、こちらの方も、まあ、クリ率とか、
まあ、入れていたんですけど、まあ、今回から、まあ、この安定して入れてますね。で、マズルの方は入り、もっと入りませんよっていう感じですね。これがアーティストツールです。いや、かっこいいっすよね。うん。何しろかっこいい。いや、これが使える日が来るなんて、本当にめっちゃ嬉しいっすね。ね、はい。で、装備の方がブレイキングポイントを3個入れて、これでライフルダメージが 25%、 これも大きいし、ヘッドショットも大きいし、まあ、武器ハンドリングも 15%。 いや、すげえ上がりますよね。武器ハンドリングどんだけ上がるんだっていう。で、しかもこのオンポイントってやつが、ライフルで攻撃を当てると武器の相談数を上限に累積がたまると。はい、リロードすると累積ごとに 10秒ごと、10秒間、プラス 2% の武器ハンドリングとプラス 4% の武器ダメージを得る。いや、これも結構強いっすよね。で、ブレイキングポイントを3つつけて、で、ボディにこの、なんていうか分かんないですけど、このゾフィアのブランドセットを入れてますね。はい。で、これで相談数が 15% アップして、しかもライフルダメージがプラス 20% と、まあ、これはライフル入れるならつけた方がいいっすよね。で、こんな感じで、タレントが、まあ、オブリテレイトじゃなくてもいいんですけど、まあ、まあ、とにかくっていうか、とりあえずオブリテレイト入れてます。はい。言うてもね、使いやすいタレントがあんまりないんで、まあ、これでもいいのかなと思いますね。で、ブレイキングポイント入れて、で、忍者入れて、ブレイキングポイント入れて、で、フォックスの祈りですね。はい。フォックスの祈り。で、こちらの方もライフルダメージが 10%。で、プラス、命中率が、まあ、30% 上がるんで、こちらの方も全然いい感じですよね。で、なおかつカバー外のダメージへの、ターゲットへのダメージが 8% 上がりますよということですね。はい。まあ、スキルの方は何でもいいのかなと思います。はい。別に盾じゃなくてもいいと思いますね。はい。で、反射する敵なんですけど、盾持っていても、盾関係なく貫通してきますね。なんか盾持ってると盾の方に反射したダメージが返ってくるのかなと思っていたんですけど、まあ盾を貫通して自分へのダメージになってしまうんで、まあ関係なかったっす。はい、反射してくる敵はね。はい。だ、そこは注意ですね。はい。で、ステータスの方がこんな感じですね。だから、クリ率、クリダメはちょっと低めに設定してますね。いつもなら 60% のだいたい 120% ぐらい、で、目安にね、クリ率クリダメ入れてるんですけど、だいたいクリ率の倍ぐらいのダメ、クリダメがあれば、まあ、損でいいのかなと。まあ、クリ率が 40% だったら 80% 以上あれば、まあいいのかなっていう感じでつけてますね。で、なおかつそのライフルなんで、ヘッドショットダメージもね、結構高いんで、まあ、できるだけヘッドショットを狙いながら立ち回っていくって感じなんで、で、クリリス 46% あっても意外と出ていたんで、そんなにも、まあ、気にしなくていいのかな。それよりも距離を、敵との交戦距離を気にした方が、まあ、今回、のそのシーズン2はいいのかなっていう感じはしますね。はい。ですね。いや、やっぱ一番嬉しかったのはそのモッドの幅、武器のモッドの幅が広がったのが一番嬉しいですよね。今までもクリリスクリダメ、もうレーザーポインターと何やったっけ、これっすよね、 3.4 倍と、これか、リフレックスサイト、まあ、これしかつけた時なかったんで、まあ、たまにはね、まあ、違うサイトも入れたりはしてたんですけど、
いやすごい、ここら辺がすごい楽しいですね今。でライフルだとあんまり射程距離とかまあ気にせずね、気にせんでもいいのかもしれないですけど、アサルトライフル、サブマシンガン、まあライトマシンガンもそうかな、は最適射程はちょっと入れないと厳しいかもしれないですね。でアサルトライフルだと30メートル射程距離が以下になってしまうんで、例えば AK ですね、だいたいギリギリ以下30メートルないぐらいですよね。だからちょっと AK もこのサイトですね、かっこいいですよねあこれ入れるだけでね、この最適射程が伸びるんで、うん、まあ、これぐらいあれば全然まあいいのかなっていう感じはするんで、アサルトライフルとかサブマシンガン使うときは最適射程ちょっと気にした方がいいのかなと思います。はい、ということで、いやライフルねいろいろ使ってみたんですよ。うん、例えばねこの ACR も素晴らしい、もうかっこいいですけどね、使いやすかったけし、エルボワとかこの UCS、うん、こんな武器使った時なかったけど俺も結構楽しかったですね、うん、レートの方が420ですからね、ライフルの割には早い、うん、でこ、まあ、こういうのも面白かったし、アーバン MDR も良かったですね、うん、ライフルなんでこのタレントをやっぱライフル、せっかくねライフル持つんでライフル用のタレントを入れた方がいいのかなと思いますね、うん、だからライフルだとブーメランかライフルマン、まあ、そこら辺入れるとそのアサルトライフルとこの使い分けができて、楽しいんじゃないでしょうかはい、ということで皆さんもね、まあ、フルオートになったライフル一度はね、使ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は、ここまでにしたいなと思います。また次回もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。バイバイ。